高見大地は、将棋騎士。石田和夫球団門下。騎士番号は284。神奈川県横浜市出身。横浜市立田奈小学校、立教新座中学校、高等学校立教大学文学部史学科卒業。幼稚園時代に父親に買ってもらったボードゲームセットに将棋が含まれていたことが、将棋を覚えたきっかけである。二千五年四月。 6級で、奨励会に入会。以後順調に昇級、商談を続け、2010年1月に3段に昇段し、2010年度前期より3段リーグに参加。2期目となる2010年度後期は、自身が連勝し、門倉啓太及び安倍光が揃って連勝しなければ4段昇段が見込める状態で最終日を迎えたが、自身が連敗したため4段昇段はならなかった。 三期目となる2011年度前期で、前半9局を8勝1敗で、トップ独走の状態から逃げ切り、最終的に13勝5敗1位の成績を収め、4段、昇段。この間、第1回加古川青龍戦に奨励会3段として、参加し、2回戦で、田中雄一、3回戦で、西川和弘に勝利し、ベスト8に進出した。プロ入り以降、 竜王戦においては6組に在籍していた2013年度ランキング戦を4回戦で敗北後、昇級者決定戦を勝ち抜き5組昇級。続く2014年度では、ランキング戦を勝ち続け、準決勝の村田健広史戦に勝利した時点で4組昇級を決定、同時に竜王戦の昇段規定に基づき5段に昇段。当期竜王戦では、決勝の菅井達也戦にも勝ち、 初のタイトル戦本戦出場を決めた。2019年度は4組昇級者決定戦で、谷川孝二戦に勝利し、3組への昇級を決めた。テレビ棋戦においても、2013年度、NHK 杯の予選を通過し、本戦出場。同棋戦では2016年度でも予選を通過し、再度の本戦出場。1回戦で A 級8段の稲葉明に勝ち、 騎士人生6年目で初めて永久在位中の騎士からの白星を挙げると同時に全騎士出場期戦の本戦において初白星。2013から2014年度ギガ戦でもブロック内で最多連勝を記録し決勝トーナメントに出場。第3期、明王戦本戦で豊島正幸、渡辺明、丸山忠久を破り決勝7番勝負に進出。 アキラ王戦は第3期からタイトル戦に昇格したため、決勝戦進出がタイトル挑戦に準じる扱いとされ、6段に昇段した。対戦相手の金井常太は、貢献と同じくタイトル初挑戦であった。貢献は決勝7番勝負を4連勝で制して、初代アキラ王に輝き、昇段規定、タイトル1期を満たして7段に昇段した。なお、 順位戦 C 級二組在籍者のタイトル獲得は、1992年王位戦の郷田正隆以来、貢献が二人目となった。第四期、秋田王戦は、長瀬拓也の挑戦を受け、0勝4敗のストレート負けでタイトルを、出刊した。順位戦では、プロ入り後、昇級と縁のない期間が続いていたが、 第78期順位戦において9勝1敗の好成績でクラス1位となり C 級1組への昇級を決めると続く第79期順位戦においても8勝2敗の成績でクラス3位となり B 級2組への昇級を決めた。昇級決定後のインタビューではタイトル経験者でありながら C 級に止まっていた期間についてプレッシャーと追い目を感じていたと実感している。 本人によると、ヤグラカ及び、拒否者アナグマを得意とする。メガネをかけていた当時、同じく将棋棋士でメガネをかけていた、増田康弘に風貌がよく似ていると言われることがあった。その増田康ヤ氏とは、第47期新人王戦の本戦3回戦で対戦した。双方向のやり取りができる、ネット中継では、増田君くんじゃないですよと主張している、将棋班に、 ジョークで語ることもあった。2017年大晦日のニコニコ、生放送特別番組、DJ、糸谷哲郎ダニーと、衝撃士フレンズの大忘年会 SP において、増田康氏と、新英大晦日対局、君の名はと名打って、対局をすることになったが、その冒頭、寄付読み上げ担当の提唱南から、先手、増田五段と、元で間違われるハップニングがあった。なお、 マスダヤス氏の方が身長は貢献より頭一つほど上であるため二人が並べば区別は容易である。また、マスダヤス氏は2019年によりコンタクトレンズを常用するようになり2019年の NHK 敗戦ではコンタクトレンズのマスダヤス氏とメガネの貢献で対戦もあったが貢献も2020年によりメガネなしでテレビやネット配信番組に登場するようになった。 同世代の八代渡るとは、親友にして、ライバルと評されており、他の騎士からも、二人の仲の良さは入り込めないと、言われている。本人曰くライバルは、八と三がそれぞれつく人と、あとは、斎藤慎太郎さん。特に、八と三がつく人とは、ライングループでやり取りをしているが、普段はくだらないやり取りしかしないとのこと。本人曰く、年が同じ名だけの腐れ縁。 2018年2月17日に行われた、朝日杯商業オープン戦で、藤井聡太が最年少6段記録を更新した際に、アベマ TV 現地リポーターとして、号外を入手した。横浜生まれであることから、プロ野球は、横浜 DNA ベイスターズファン。三浦大介のユニフォームを着て試合観戦に行くところで、呼び出しを受け、アベマ TV の中継に、ユニフォーム姿で出演したことがある。 2018年現在は、横浜市青葉区在住で、同区出身の森内俊之が設立した、青葉将棋クラブに時々顔を出す。2018年度神奈川文化賞未来賞を受賞した。2019年4月より、と、聖龍馬、向井葉月と共に、NHKE テレ、将棋フォーカスの司会を担当。商談規定は、将棋の段級を参照。 登場回数2回獲得合計1期竜王戦と順位戦のクラスは衝撃士の在籍クラスを参照。ありがとうございます。